この前もさナンパされちゃってちょっと駅前歩いてただけなのよ。ほんと困っちゃうわよね。私ってほらモデル並みだから。うん、本当にスタイルはモデル並みだと思う。同級生の森本うららはモデル並みのスタイルを持つ女子高生だ。でも振り向くと用事思い出したって逃げるのよ。きっと私が完璧すぎて気遅れしちゃうんだよね。どうなんだろうそれは。かすみちゃんもいいな。ナンパなんかされたことないでしょ。顔もスタイルもいまいちだしね。あははいはい、森本さんはスタイル抜群で羨ましいよ。私成田かすみはごくごく普通の顔普通のスタイルの女子高生だ。今私に話しかけている森本うららはこうして常に周囲を特に女子を見下した発言をしていた。さっきうららに絡まれてなかった？あ、疲れ。てか鏡見てから言えってマジで思わない？それは言い過ぎ。でもバカにされるのはちょっと腑に落ちないかも。はっきり言ってやんなって。スタイルは抜群だけど顔は学校一のぶ…え、何？スタイル抜群って言った？顔も完璧でしょ。多分鏡見ても何かのフィルターかかってるんだろうな。過去に先輩からはっきりとブスと言われたこともあるらしいのだが、我慢ないでくださいと言い返した猛者の森本さん。基本的に彼女の言ってくることを適当に流していれば害はないので、話しかけてきてもスルーすることにしていた。確かにあまりにもこっち下げで自分上げするからちょっとムカつくけど、スタイルの良さを意識してかギリギリの丈のスカートに制服のボタンも胸の谷間が見えそうな服装。見かねた女性教師が時折注意するも、私は今一番若く美しい時なんです。今隠してしまったらもったいないです。とどこの中二病だという感じのセリフ。男性教師たちは見て見ぬふり。確かにセクハラなどと言われては深刻だしね。そんな森本さんはとにかくそのギャップの激しさから校内の有名人。完璧な容姿の私は性格も明るくて男女問わず人気者だとも思っているらしく、男子たちの会話の輪にも遠慮なく入っていく。何話してるの？もう私に言えない話？大抵立ち去った後で、いやいや本人には言えないっしょ、後ろ姿だけならいいけどってさなどと言われているのだが、ああ、あれが噂の子で俺初めて見たわ。初めて見たといった男子は帰国子女で少し前に転校してきた土屋くん。ハーフらしい彼は洋風の非常に整った顔立ちで長身の美男子。もちろん女子からも多大なる支持を得ている。確かに髪も綺麗だし姿勢もいいし完璧な後ろ姿だよな。それほど大きな声で言ったわけでもないこの言葉だったが、耳がダンボのようになった森本さんに聞こえたらしい。歩き去った彼女は引き返し、もっと早く言ってくれればいいのに。実は私もあなたなら私に釣り合うと思ってたのよ。辺りに静寂が訪れる中、最初に口を開いたのは土屋くんだった。ごめんね。僕は見た目で人は判断したくないから、釣り合うだとかそういう考え方の子嫌いだな。だってそこら辺の女子なんて埴輪でしょ。私の完璧なスタイルと顔に比べたら。自分が美人だと思ってるならとりあえずそのゲジゲジ眉毛だけでもなんとかすれば。うっすら口に産毛も生えてるし、私は元がいいから。ごめんね、はっきり言うわ。スタイルいいけど顔はブス。スタイルいい分顔が悪い方に引き立ってるよ。オブラート包まなさすぎ。さすが帰国子女といったところか、女性に優しくはモットーにしているらしかったが、はっきり言ってくれた。グッジョブ的な空気が辺りに満ちる。ちゃんと鏡見たことある？鏡は見た方がいいよ。家に鏡ないの？鏡言いすぎ。でも私もそれ超言いたかった。たくさんの生徒の前で鏡見たことある？を連呼された森本さん。不意に手洗い場にあった鏡の方へ歩いていき、じっと自分の顔に見入ると、鼻毛まで、いやー！真っ赤な顔をして走ってそのままその日は帰ってしまった。次の日学校へ行くと、スカートの長さも一般的になっている森本さんがいた。顔も眉毛などを整えたらしく、なんだかさっぱりとして見えた。そうよね。せっかくスタイルはいいんだものね。努力はしないといけないわよね。彼女のメンタルには恐れ入る。しかし、もともとスタイルのいい彼女が顔まで磨いたら、きっとクラスの女子全員が危機感を感じたと思う。ご視聴ありがとうございました。